レモン。カジイ次郎得体の知れない不吉な塊が、私の心を死中押さえつけていた。焦燥と言おうか、剣をと言おうか。酒を飲んだ後に、二日酔いがあるように。酒を毎日飲んでいると、 二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した敗戦タルや神経衰弱がいけないのではない。また、背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのは、その不吉な塊だ。以前私を喜ばせた どんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も、辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで、始終私は、 町から町を苦労し続けていた。なぜだかその頃私は、みそぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても、壊れかかった町だとか、その町にしても、よそよそしい表通りよりも、どこか親しみのある、汚い洗濯物が干してあったり、 ガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった雨や風が蝕しばんでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで時とすると びっくりさせるようなひまわりがあったり、かんなが咲いていたりする。時々私は、そんな道を歩きながら、ふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた、仙台とか、長崎とか、そのような死へ、今自分が来ているのだ、という錯覚を、 起こそうと努める私は、できることなら京都から逃げ出して、誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静。がらんとした旅館の一室。正常な布団。匂いのいい蚊帳と、ノリのよく効いた浴衣。 そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくは、ここがいつの間にかその死になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ、想像の絵の具を塗りつけてゆく。何のことはない。私の錯覚と、 壊れかかった町との二重写しであるそして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ私はまたあの花火というやつが好きになった花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や 青やさまざまなし模様を持った花火の束中山寺の星下り花合戦枯れすすきそれからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてあるそんなものが変に私の心をそそったそれからまた ビードロという色ガラスで、タイや花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。また、それを舐めてみるのが、私にとって何とも言えない凶楽だったのだ。あのビードロの味ほど、かすかな涼しい味があるものか。私は幼い時、よくそれを口に入れては、 父母に叱られたものだが、その幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうか。まったくあの味にはかすかな爽やかな、なんとなく、シビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。 とはいえ、そんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった二千や三千のものといって贅沢なもの美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば、丸善であった。赤や木のオードコロンやオードキニン。洒落たキリコ細工や天下なロココ趣味の 浮き模様を持った、琥珀色や、翡翠色の香水瓶。着せる、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに、小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。 しかしここも、もう、その頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定台、これらは皆、借金取りの亡霊のように、私には見えるのだった。ある朝、その頃私は、 孔の友達から乙の友達へという風に友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ 先に言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で、 最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物や固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな 美しい音楽のア・ネグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの奇面的なものを差し付けられてあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったという風うに果物は並んでいる青物もやはり奥へ行けば行くほど渦高く積まれている実際 あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとか、くわいだとか。また、そこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑やかな通りで。と言って、漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが。 飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ているそれがどうしたわけかその点灯の周囲だけが妙に暗いのだもともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったがその林家が寺町通りにある家にもかかわらず 暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つは、その家の打ち出した日差しなのだが、その日差しが、まぶかにかむった帽子のひさしのように、これは形容というよりも、おや あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの伝統が、周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。 裸の伝統が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の二階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でも稀だった。その日私はいつになくその店で買い物をした。 といいうのはそのははそ店には珍しいレモンが出ていたのだレモンなどごくありふれているがその店というのもみすぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋に過ぎなかったのでそれまであまり見かけたことはなかった一体私はあのレモンが好きだレモンエローの絵の具を チューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も。結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。 重私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて私は町の上で非常に幸福であったあんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされるあるいは不審なことが逆説的な本当であった それにしても、心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなくよかった。その頃私は、配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に、私の熱を見せびらかすために、 手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通ってゆくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度も。 その果実を花に持って行っては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが想像に昇ってくる。漢文で習った売感謝の弦の中に書いてあった花を打つという言葉が切れ切れに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいに におやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には温かい血のほとぼりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や 視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで 一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして街をカ歩した詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の反映を測ったり、また、こんなことを思ったり。 つまりは、この重さなんだな。その重さこそ、常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなく、この重さはすべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった解約心から、 そんな馬鹿げたことを考えてみたり何がさて私は幸福だったのだどこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのは丸善の前だった平常あんなに避けていた丸善がその時の私には やすやすと入れるように思えた。今日は一つ入ってみてやろう。そして私はずかずか入っていった。しかしどうしたことだろう。私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも キセルにも私の心はのしかかっては行かなかった憂鬱が立てこめてくる私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った私は画本の棚の前へ行ってみた画集の重たいのを取り出すのさえ 常に増して力がいるな、と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出しては見る。そして開けては見るのだが、克明にはぐってゆく気持ちはさらに湧いてこない。しかも、呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくる。 それも同じことだ。それでいて、一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上は、たまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私は、幾度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには、 日頃から大好きだったアングルの大々色の重い本まで、なお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、 自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた。以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう。一枚一枚に目をさらし終わって後、さて、あまりに尋常な周囲を見回す時のあの変にそぐわない気持ちを、 私は以前には好んで味わっていたものであったああそうだそうだその時私はたもとの中のレモンを思い出した本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて一度 このレモンで試してみたら、そうだ。私にまた、先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は、手当たり次第に積み上げ、また、慌ただしく潰し、また、荒々しく築き上げた。新しく引き抜いて付け加えたり、 取り去ったりした。奇怪な幻想的な城が、そのたびに赤くなったり、青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながら、その城壁の頂に、恐る恐る、レモンを据えつけた。 そしてそれは上出来だった。見渡すと、そのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまって、カーンとさえ返っていた。私は 埃りっぽい丸ンの中の空気が、そのレモンの周囲だけ、変に緊張しているような気がした。私は、しばらくそれを、眺めていた。不意に、第二のアイデアが起こった。その奇妙な企みは、 むしろ私をぎょっとさせたそれをそのままにしておいて私は何くわの顔をして外へ出る私は変にくすぐったい気持ちがした出て行こうかなそうだ 出て行こうそして私は、スタスタ出て行った。変にくすぐったい気持ちが、町の上の私を微笑ませた。丸善の棚へ、黄金色に輝く、恐ろしい爆弾を、仕掛けてきた奇怪な圧巻が私で、もう十分後には、あの丸善が、 美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう私はこの想像を熱心に追求したそうしたらあの気づまりな丸善もコッパみじんだろうそして私は 活動写真の看板画が、期待な趣で街を彩っている峡谷を下っていった。